フラッシュ。サンダー。合言葉は合ってるな。味方かよ、びっくりさせんじゃねえ。失礼、驚かせるつもりはありませんでした。ヴィクトル中尉がお待ちです。行きましょう。ヴィクトル中尉。ああ、ミネルヴァさんね。で、あんたは？ F 小隊所属のクリステル・ウォード伍長です。あの強く美しいミネルヴァ隊長の信任を得て、栄えある F 小隊の代表として。ところで、先ほどの砲撃を？ああ、バッチリ見たぜ。連中恐ろしいもん配備してやがる。211ミリ榴弾砲、目下進軍を阻む最大の敵と言える存在です。射程は少なく見積もって10キロはあった。あれが生きているうちは進軍は不可能だな。その通り。我々のミッションはあの榴弾砲の破壊だ。ミネルヴァ隊長。 E 小隊の印刷ご苦労だった。ずいぶんのんびりなご到着だな、クロード。途中敵の砲撃を見たんだ。警戒歩行していたら。言い訳は結構。先だっても言った通り、この作戦ノーザンクロス作戦の肝は進軍の速度だ。行動は全て迅速に行うように。分かった。でもあんたの隊だって敵のどでかい訪問が邪魔で、急ぎたくても急げねえんじゃねえのか。礼を書く物言いだな、クロード。お前は隊員のしつけもできていないのか。ああ、しつけだ。隊員は犬猫じゃない。しつけるなんて言わないでくれ。言われずとも分かっている。その男があまりに無礼ゆえ忠告しただけだ。上官への口の聞き方も知らない兵士は早死にするぞ、ラズ軍曹。へいへい、せいぜい長生きしろよ、ヴィクトル中尉殿。I love Raz Omega Lol. ミネルヴァ隊長。あちらの広場なら見通しが効きます。任務の説明には最適かと。クロード、ついてこい。では、今回の任務、我々の進軍を阻む古い城を改造した榴弾砲を防衛するため。近づけば城壁に配置されたか。で、連邦の砲兵隊は榴弾砲にやられて壊滅し。壊滅？橋を破壊され、牽引車両が進めなくなっています。歩兵の増援なら。歩兵が何人来たってどうせここで足。いや、え？ノーザンクロス作戦は進軍速度が命。さすがに飲み込みが早い。クロードの言う通りだ。砲撃支援抜きであの要塞を攻略。無茶だ。一歩踏み込めば機銃掃射で蜂の巣だぞ。危険な任務だということは承知の上だ。それでもお前たちにはやってもらう。Kai and Raz, I love. そのために祖国の義勇軍ではなくエディンバラ軍に志願したんだろ。ああ、そうだ。俺たちが志願したの、自殺するためじゃねえぜ。では、
一つ教えてやろう。クリステル、今朝届いた情報を。帝国がガリア公国への侵攻を開始した件ですか？ガリアに侵攻。とうとう、どこまで攻め込まれたんだ、ハーフ。まだ国境線のギルランダイオ要塞において。だが相手は王子マクシミリアン率いる一大方面軍。何か。ノーザンクロス作戦が予定通り進めば、帝国もガリア攻略。1秒でも早くこの作戦をか無謀だとしてもやるしかねえな、ガリア。ああ行こう。これより作戦を説明する。準備はできてるわ。やってやるぜ。やってやるぜ。任せてくれ。Thank you.
んとしても榴弾砲を奪取しろ。帝国の要塞を攻略し、敵大型榴弾砲を確保する。異常隊出撃だ。予想はしていたが、やはり守りが固いな。どうするクロード。焦って突っ込めば総崩れになりかねない。いきなり門を落とすのは難しいだろう。確実に橋頭砲を築いていこう。まずはその後は制圧してから考えるか。よし、みんな行くぞ。いい正体出撃。クロード、困難な作戦でこそ指揮、兵士を的確に運用することも。分かった、確か。前進する。敵だ。待てよよ。行くわよ。女だってやるときはやるのよ。
いい調子ね。よくやった。さすがだ。よし、出るぞ。行動開始だ。ラズ、無茶するな。行くわよ。じゃあね。流れ弾に注意を。行動開始だ。誘弾砲の餌食にしてやろう。必ず撃ち抜く。比重で蜂の巣にしてやるよ。この程度か。目標の撃破を確認。悪くない戦果だ。
前進する。そこを射程だ。任せときな。俺を誰だと思ってやがれ。行動開始ね。前進する。ブガハトイン、周囲警戒。
やったわ。さすがですね。